はい、どうもこんにちは。今回は今日買ったものを開封と紹介をしたいと思います。はい、上新電気。はい、でまあね、上新あんま行かないんですよ。なのでよいしょ、久しぶりに行ったって感じですね。はい、買ったものは鉄道コレクションの富山ライトレールです。はい、まあ、今度ね、鉄道無線ラッピングの、鉄道コレクションのね、ライトレールが出るということで、まあ、普通のやつもね、集めてみようかなと思い、まあ、買ってみたわけです。ちょっと剥がれて。うん。はい。値段は1176円です。で、開けましょうか。よいしょ。楽しみだね。ちなみにライトレールシリーズは初めての購入です。おお。おお。なかなかいいじゃないですか。じゃあ、オープン。ああ、はい。まずは、これ。ダミーレール。お飾り用レールみたいな感じですね。うん。自分これはね、まあ、あんまり使わないつか開けないんですけど、まあ、いいでしょう。はい。で、本体です。なかなかいいじゃないですか。おお、軽い意外と。うん。いいですね。ちゃんと曲がりますよ。パンタグラフが稼働するっていうのもすごいですね。ん？あれ？チャリ回らないのか。へぇー。ダミー車輪ですね。うん。おぉ。かっこいいです。表示は岩瀬浜駅になってます。見にくいですが。うん、ちゃんとロゴとかも全部印刷されています。お、綺麗。かっこいい。うん。はい、じゃあちょっとね、線路持ってきたので。ね、本当はこれを開けるはずなんですけどね。まあ、自分あんま、開けないはず。まあこんな感じで。うん。でですね、今回なぜこの色を買ったかというと、ちょっとお待ちください。はい、こちらです。パースカ。で、同じ色なんです。ちょっと見にくいですが。同じ色なんです。まあ、それでね、この色が気に入って買いました。まあ、なんで富山県民じゃない人がパスカ持ってるのでしょうか。今日、まあ、まあ、欲しかったんです。はい。はい。では今回は、上新電機で買ってきたもの、富山ライトレールの鉄道コレクションの開封紹介でした。自分はね、今度のあれも買う予定、ラッピングのね、仕様も買う予定なので、まあ、その時まで、まあ、その時のね、動画もよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。